言われるがままに大学に行き、結局なりたくもないサラリーマンに。仕事を淡々とこなす日々。書いただけの退職願いは数知れず。あ、また終電逃した。社会人7年目の社畜だ。要因は精神疾患のようなものだと思う。このクマみたいな頭は自分にしか見えていないらしい。俺はこの状態を虚無化と名付けた。ここ数年でどんどん虚無化の時間は長くなり、他人の虚無化した姿も見ることができるようになっていた。あいつは柴犬。虚無化してる相手が俺をどう認識しているかは不明だ。俺と同じように見えているのかいないのか。まあ分かったところでなんだって話なんだが、もうこの車両乗るのやめよう。昨日の仕事まだ片付いてねえのか。あと2時間いただければ。パワハラスパルタ悪魔の黒いトール、31歳。2時間、気合であと1時間でどうにかしろ。まったく。キョムさん、黒井さん誰にでもああだからあまり気にしないでくださいね。ですね。若手敏腕温厚天使のユキハルマ、27歳。黒井さんとユキさんはどちらも俺の上司。性格は対極的だが、どちらも仕事はできる。そうだ、今晩行きません？いいですね。これが同じ人間か。あ、黒井さんも誘います？そう、それだけは勘弁してください。そうですよね。じゃあ後で連絡しますね。了解です。ゆきさん、電話。はい。どんなに順風満帆そうでも、虚無化は誰にでも起こりうるみたいだ。ゆきさんって何か悩んでます？え、何ですか、いきなり。僕疲れた顔してます？いえ。まずいことを言ったかな。僕黒井さんが好きなんですけど。好き？上司として？あれ、人として？キョムさん。いやいや、哺乳類として的な。だとしても腑に落ちない。まさか恋愛として黒井さんが恋愛対象？あんな24時間中23時間は眉間にしわを寄せてそうな人に。キョムさん大丈夫ですか？酔っちゃいました？もっと自分を大事にした方がいいと思います。え？黒井さんきつくて避けられがちですけど、実力伴ってるからすごいなって。ちゃんと仕事頑張れば可愛がってくれるし。そういえばちょっと前まで普通に仲良さそうだったな。後輩がたまたま運が良かっただけで、自分より先に出世したらそりゃ腹立ちますよね。黒井さんの手柄全部奪ったみたいになっちゃって。黒井さんからしたら可愛くない後輩ですよね。黒井さんとのいざこざが原因だったのか。あ、黒井さん、おはようございます。ユキさん、どうも。あれ、
ユキさん。どうしてこうなった？出世とか昇格とか正直どうでもいい。黒井さんの期待に応えたくて頑張っただけなのに、同期に嫌な顔されたって気づかないふりして頑張ったのに、仕事ができない方が可愛がってもらえるのかな。ずっと一緒に仕事できるなら頑張れるのに、何やったって黒井さんの気に触るだけ。やっぱ嫌われてんだな。黒井さんにとって僕は、あ、誰か来た。え、黒井さん、偶然だよね。僕嫌われてるし、サボってると思われたかな。いや、事実サボってるけど、どうしよう、気まずい。最近まともに話してないし、っていうか無視されるし、かといって今中に戻ったらあからさまに避けてるっぽい感じになりかねないかもしれない。清美に怒られた。そうなんですか、珍しいですね。はあ、まさか僕のこと。教務さん、なんで言っちゃったの。見かけによらず口軽すぎじゃん。詐欺師、ペテン師、裏切り者。あ、でも何ヶ月ぶりかな、黒井さんから話しかけられるの。あ、反射的に目を背けちゃったよ。目の圧が強い。もうやめて。ユキ、悪かった。大人げない態度とってごめん。反省してます。ちょっと頭上げてください。黒井さんの気持ちもわかりますし、責める気はないんで謝らないでください。それにしても黒井さんが取引先以外に頭下げてる姿、なかなかレアですね。お前な。冗談ですよ。正直僕が勝手に黒井さんについて回ってただけなんで、もしかして本当は最初から嫌われてたのかもなとか思ったりもしたんですけど。いや、お前が近くにいた方が楽しいよ。嬉しいです。泣くなよ。ごめんなさい、全然泣いてないです。すごくニヤニヤしてます。ん、ユキさんからだ。丸く収まったのかな。キョムさん、お疲れ様です。また今度飲みに行きましょう。クロイさんも誘います。ユキ、クロイさん、もうちょい俺に優しくなんねえかな。無理か。近くにいますね。お前バカにしてるだろ。まさか、尊敬してます。そうなんですか。え、私も今度行ってみようかな。おすすめですよ、女の人でも入りやすい雰囲気ですし。いた、キョムさん、キョムさん、聞いてくださいよ。痛い痛い、事件発生です。黒井さんが休憩室でジムの木村さんと笑顔で話してました。マジですか。あの黒井さんが、うわ、信じてない。写真撮ればよかった。昨日部長に女性社員にはにこやかにって怒られてたんで、それじゃないですか。え、黒井くんね、女性にはもっとにこやかにいかんと。にこやかに。にこやかですか。仕事できるのにそんなことで怒られちゃうのかわいすぎません。いや、全く。また黒井さん、お肉ばっかり食べてる。野菜も食べなきゃダメですよ。俺は肉食いに来てんだよ。清美、野菜も食べろよ。人のこと言ってないで自分が食べてくださいよ。お母さんか。いやいや、どう見ても新妻ですよ。新妻、そんなこと言わんだろう。トールさん、私のピーマンが食べられないんですか。釣った魚には餌はくれないのね。あなたっていつもそう、私にばかりピーマンを押し付けて、ピーマンのことかわいそうだと思わないの。新妻のピーマンってなんかインゴっぽいな。うわ、きっつ。中二の発想ですよそれ。あ、今のでピーマントラウマになったから一生食わねえわ。
俺もう帰るけど、お前車泊すんの？ああ、そうっすね。そうか、じゃあお疲れ。黒井さん、俺を置いて帰っちゃうんですか？はあ？近っ、キモ。返したくないって言ったらどうします？全速力で帰る。そうですか、仕方ない。 YouTube で心霊動画見てたら怖くなっちゃったんで、一回トイレだけでも付き合ってもらっていいですか？断る。お前会社に何しに来てんだよ。黒井さん、ちゃんといます？いるよ、早くしろ。うん、怖いんで、なんか喋ってもらっていいですか？なんで俺がお前に小話披露しなきゃいけねえんだよ。夢とか語ってもらってもいいですよ。じゃあお疲れ。黒井さん、黒井さん、マジで置き去りにするつもりですか？本日付で営業企画部に配属になった宮はじめくんだ。宮はじめです。境町支社から移動できました。よろしくお願いします。慣れるまで大変だろうが、何かあればゆきくんか黒井くんに遠慮なく聞くように。他のみんなもサポートよろしく。じゃあ今日の朝礼は以上。清美。はい。お前はとりあえず宮くんに社内案内頼む。デスクの準備もな。じゃあよろしく。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一通り案内は終わりだけど、何か質問ある？今のところ大丈夫です。ありがとうございます。そっか、あのさ、顔赤いけど平気？無理してる？あ、いや、その緊張とかするとすぐ顔に出ちゃって、全然平気です。そう、まあ初日は嫌だよな。一週間もすれば慣れ。あれ、ミヤ君、なんで？ミヤ君、ごめん、今どういう状況？女の人、もう行きました？行ったけど。すみません、僕、女の人ちょっと苦手で。ちょっとってレベルじゃなさそうだけど、大丈夫だよ、誰も取って食ったりしないから。いや、僕がここにいたら。あれ、新人さんですか？新人じゃなくて移動できた宮くんですよ。そうなんだ、ごめんね、若い子だから新人さんかと思っちゃった。よろしくお願いします。やだ、緊張させちゃったかな。それにしても君背高いね。何センチ？190です。あ、これは自慢じゃなくて、僕に話しかける人の9割がこういうので、うん、すごい。ねえねえ、ビーニー、この子190あるんだって。モデルさんみたいだよね。え、ほんと大きい。何歳なんですか？24です。若い。年上興味ある？何手出そうとしてんのよ。いいじゃん、聞くのはただなんだしね。ほら、困っちゃった。かわいいっていう会話イベントが発生しちゃうじゃないですか。そう、落ち着いた？はい、すみません。僕実は自分で移動願い出し続けてて、やっと本部に来られたんですよ。なんで？僕調べですが、うちの会社は本部が一番女性社員が少ないんです。なるほど。って言っても初日からこれですけど、大学では克服するためにいろいろやったんですが、逆効果だった気もします。へえ。ごめんなさい、こんな話されても困りますよね。いや別に、僕ってやっぱりおかしいでしょうか？さあ、苦手なものの一つや二つ誰にでもあるし、俺もあるよ。なんなら写真すら見たくない。あいつら何考えてるかわかんないし。虫。虫？うん。ちなみに僕は全然虫余裕です。大抵手でいけますね。俺だって虫以外は大抵素手でいけるわ。女の人と虫比べられたの初めてです。ところでミヤ君はどこ住み？境町。そうですよ。じゃあ俺の家の最寄り駅から一駅か。悪くない。ミヤ君、俺と契約して俺専用害虫駆除係になってよ。え？その言い方なんかちょっと嫌な予感がします。俺はミヤ君が女の人関連で困ってたら助けるから、俺に虫が勝負仕掛けてきたら助けてよ。この会社そんなに虫出るんですか？いや、重要なのは会社じゃなくて家。一駅なら遠くないし。なるほど、まあ遠くないなら悪くない条件ですね。じゃあ
契約成立ってことで。お互い呼ばないことを願うばかりですが、今朝放置してきたゴキブリターンも、場所教えたいから、なんなら今日来る。いいですよ。ミヤ君、はじめまして、ユキです。よろしく。よろしくお願いします。係長ですよね。めっちゃ若い。いやいや、係長って言ってもまだまだ黒井さんに頼りっぱなしで、何かあったら気軽に相談してね。今度お昼行きましょう。いい人だ。でも黒井さんは主任。あれ、先輩、ユキさんと黒井さんの出世のことって突っ込んでいいあれです？ああ、今はもう大丈夫じゃないかな。俺のおかげで、あの二人はうまくやってるよ。まさか先輩が影のボスですか？仕事しよっか。黒井さん、まだやるんですか？ランチタイム終わっちゃいますよ。ああ、悪い、今日ランチパス。また後でやりに来たらいいじゃないですか。売り切れたらどうすんだよ。メルカリとかに出てるんじゃないですか。お前分かってねえな。あとごめん、ビニール袋をもらってきて。もう、次は絶対ですからね。いやー、久々に黒井さんに怒られてしまって。それは大変でしたね。言ってもらえるだけ嬉しいですけどね。前みたいに全無視されるのは嫌なので、うん、そうだ、僕の宝物見ます？宝物？これです。何ですかこれ？今まで黒井さんにもらった全アドバイスたちです。ああ、これが初めての時の黒井さんのアドバイスって。説明大丈夫です？ちょっときついんで。遠慮しなくていいのに。1ミリもしてないです。先輩、終わったらサウナ行きません？24時間やってるいいところ見つけたんですよ。行かない。サウナの後のビールうまいのにな。残念。先輩って結構ちょろいっすね。あのさ、気づいたんだけど、ビールってこんなことしなくてもうまいよな。騙したな。いや、この後ちゃんと実感できますから。熱い、死ね。黒井さん、お誕生日おめでとうございます。プレゼントです。おう、サンキュー。悪いな、気使わせて。黒井さん、今日誕生日か。ユキさん、俺のいないところでやってくれよ。この後書類渡しに行くのに、知らん顔しにくいよ。こっちは何も用意してませんって。コンビニで何かタバコカートンとか。いや、正直黒井さんにそんな金かけたくない。あ、そうだ、黒井さん、お誕生日おめでとうございます。おお、清美。お祝いに今日は頑張っていつもより早く終わらせました。早く上がって飯でもおごってくれるのか。悪いな。え、あと早く終わらせられるなら毎日やれ。飯？何？あ、いえ。いらっしゃいませ。波でいいすか？ほっもり牛丼セット2つ。お前のフィギュア俺のな。え、誕生日だし俺。ジャイアンの血筋の方ですか？何とでも言え。キョムさん、バーベキューコンロってどれがいいと思います？ん？さあ、俺詳しくないね。いや、来週のキャンプ楽しみですね。はい？俺キャンプなんて行きませんけど。行かない？僕の係長パワーを発動させてもですか？係長パワーの使いどころおかしいんすよ。みんな楽しみにしてるんですよね、え黒井さん。ああ、レアポケモンが出るキャンプ場だそうだ。またか。またってなんだよ。もちろんミヤ君も。僕の歓迎会がキャンプなんて、本当ありがとうございます。一番断りづらいやつだね。楽しみだね。同調圧力って知ってます？俺は行かないですよ。え、だって絶対虫いるじゃないですか。無理無理。先輩、僕がいるじゃないですか。絶対に守り抜いてみせますよ。お前、山一個分の虫狩るつもり？虫キングなの？だって先輩がいなかったら寂しいですよ。ミヤ君、夜焚き火を囲んでユキさんと黒井さんがいい雰囲気になってたりしたら僕はどうしたらいいんですか？邪魔者の僕は一人寂しくキャンプの夜を野ざらしで乗り越えなきゃいけないんですよ。確かにきついか。
いろいろ。きついって何が？勝手な妄想すんな。おい。ちょっとちょっと、まだ荷物終わってないよ。いや、ちょっと一旦小休憩を。そら、広いっすね。黒井さんは？ああ、さっきポケモン探しの旅に行きましたよ。多分今頃、虫タイプのジムリーダーと戦ってんじゃないですか。いるわ。お前ら働かねえなら飯抜きだぞ。すんません。はい、みんな動きましょう。はい。先輩、うるさ。やっと寝れたのに。なんか聞こえるんですよ。黒井さんたちがはしゃいでんだろ。とにかく聞いててください。待て待て、無理だろ。黒井さん、お願いします。ちょっと本当やめて。でかすぎ。僕だってどうしたらいいか分かんないんですよ。ユキ、ゆっくり動けよ。やばいから。早く外に出せって。いや、僕無理です。いつまでも終わんねえだろ。黒井さん。もう寝よ。黒井さん、早くポケモンだと思って。ポケモンにこんなエグいやついねえよ。うわ、山の虫でか。でか。お疲れ様です。お疲れ。なあ、10月からタバコがまた値上げだってよ。喫煙者の肩身はどんどん狭くなるよな。タバコなんてやめた方がいいですよ。百害あって一利なしですよ。一緒に煙吐いているお前に言われても全く響かねえよ。黒井さんには健康で長生きしてもらわないと。なのでぜひ禁煙してください。知ってる？俺とお前2歳しか違わないの。どうせお前俺とのエンカウント率下げようとしてるだけだろ。だって結構タイミング被りますよね。あれ、もしかして黒井さんが俺に合わせてるまである。お前が禁煙しろ。嫌です。休みの日って何してます？なんか結局ゴロゴロして動画見てたら一瞬で終わっちゃうんですよ。俺は夕方まで寝て、立ち飲み屋で飯食って、帰って酒飲んで寝る。あー、目に浮かびます。僕も昼過ぎまで寝ちゃうな。ゆきさんも？意外です。その後は黒井さんに LINE 送りつけながら買い物したり掃除したり。平日そんなに家にいないのに結構汚れるんだよね。え、黒井さんに LINE って休みの日まで仕事ですか？いやいや、プライベート。ああ、ん？でも黒井さんって実はマメなんですね。既読無視とかしそうなのに。いや、基本返信不要のスタンプしか返ってこないよ。え、何を送ってもですか？まあ大体黒井さんの返信不要は相槌みたいなもんだから。その解釈しちゃうメンタル強すぎません？ちょっと先輩、15円だから月見バーガー食べようって来たのに、なんでビッグマックを？月見バーガー興味ないから。黒井さんもビッグマックだし。冷静になれよ。目玉焼きなんか家で食えるだろ。いやいや、そういうことじゃないんですよ。この一体感、ハーモニーがいいんじゃないですか。期間限定って釣られちゃうよね。ですよね。ゆきさんはどの月見にしました？僕はフィレオフィッシュ。なんでなんですか。釣られてくださいよ、一緒に。いないですね。おーい、出てこーい。もっとしっかり探して。探してますよ。ま、一旦友達と会ってきていいですか？え、借りてたゲーム返さなきゃなんで。俺とその友達どっちが大事なんだよ。今は友達です。約束してたんで。俺があいつに殺されてもいいのか。 2,3 時間で戻ってきますから。白鳥もの目。うえ、先輩、まさかずっと外に？だって財布とスマホ部屋の中だし。大事なお友達とお茶でもしてたのかな。楽しかった？俺との約束より大事な約束だもんね。先輩、今までどうやって一人暮らししてきたんですか？もうお前なしの生活には戻れないんだ。え？
やば、今何時？あ、今日休み？休み行ったよな。休日出勤して第9、今日休みだ。休み、あれ先週だっけ。一応誰かに聞こう。ほうれん草は大事だもんな。お疲れ様です。俺って今日休みですよね？絶対休みのはず。は？え？休むつもり？まさか。キョムさん今日休みだよ。ユキさんありがとうございます。クロイさんのことは一生信じません。寝よ。先輩、仕事してる感出してる最中に大変恐縮なんですが、ちょっとお願いがありまして。お願いするやつの前置きじゃないな。この資料20部作らなきゃなんで、コピーを。俺忙しい感じ醸し出してんの？もしかして全然伝わってない？ いえ、ビシビシ伝わってきてます。先輩のタイピング圧にやられて声かけるのに1秒迷いましたし。理事か。なんか今日他の支部から女性社員がうちに来てるんですよ。休憩室で新商品開発のモニターしてるらしくて、コピー室までの廊下が地獄回廊になってるんです。こっちは丸腰なのに。安心しろ、あっちも丸腰だ。先輩が嫌いな虫も丸腰だってこと分かってます？手伝わせていただきます。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。悪目立ちするから普通に歩けよ。いいじゃないですか、減るもんじゃなし。減るだろ、いろいろ。まさか先輩、この子に呼んでモテたいとでも？休憩室にぶち込まれたいの？いじめないでください。ゆきさん、誕生日おめでとうございます。ありがとう。こんな日に残業確定なんて。まあ仕方ないよ、春はなんだかんだ忙しいからね。ゆき、はい。これ誕生日。あ、クロイさん抜け駆け。僕もユキさんにプレゼントが。な、ちょっと先輩、何ですか？ありがとうございます。開けても？なあ、気に入るかは分からんが。ネクタイ、ありが…あ、ま、これ、もしかして義軸首は？ってことを、毎日つけます。発想怖いんだよ、お